はい、賊だ。頑張れよサンパル。前に何か止まってますよ。おう、ちょっとアップ目にしてみろ。おう、なんだこいつら。チャス。いらっしゃいまーし。あら、あのどちら様でしたっけ。バカ、ヨット見ろえ、ヨット。久しぶりじゃの、諸君。江口さん、みやび、みやびっすよ。じーじーじー。おお、そうそう、やっぱそうそう。その成り身と単車降りたみたいな。うん、昔のことをいろいろ思い出しちゃって辛いから。今何やってんよ。相変わらず学生、定時制だけど。そう、彼から手紙来たんだ。へえ、真紫元気か。ガエ。みやびでしょ。ああ、そっか。元気でやってる、心配すんな。しかしアメリカ人のでけえのには参ったぞ。こっちの生活にもやっとこさ慣れてきて、ぼちぼち気合い入れて夢が見れそうだ。そういや江口、江口たちに会ってるのか。よろしく言っといて。よろしく言っといて。じゃあまた手紙書く。じゃあまた手紙書く。みやびへ、じゅん。最後の方ね。え、引っかいて消した跡があるでしょう。見えるんだよね、愛、愛って字がさ。ち、帰ってきてやりゃいいのによ。ああ、シゲさんがコーヒー入れてやったからみんな座れや。そうそう、ケーキも持ってきたのよ。おいおい、申し込みは困るな。いいじゃんかよ、おじさん。ひーふー、あれ、一つ余っちゃった。ああ、丸がいねえかんな。そうよ、モヒカン狩りの彼、どうしたの。そうか、横浜行っちまってたのか。まあな。
どうだい、ちった箔がついてきたろ。中盤の時はあんないじめられてたおめえがな。よせよ、3年前の話だろ。引っ越してからの俺は変化したんだ。もうアンコロの財産じゃねえよ。打点？なんだそりゃ。仏法守護神の一つ、転じて超スピードで走る人間の例えでもある。今の俺の異名さ。おめえどっかのチームに入ってたのか。そこいらの街道レーサーには負けねえよ。信用しねえならあんたと張ったっていいんだぜ。なんだよ、ずいぶん弱気になったんだな。有名な小爆の特攻隊長ってのはこけ脅しかい。久々に会ってうちの悪口は聞きたかねえな。あんま物知らねえでしゃばると怪我すんぜ。よく知ってら、調べたからよ。てめえ本当は何しに来やがった。おい話せよ。とにかくしばらく単車から降りててくれ。小爆は危ねえぞ。何？ごめんね、休めない授業あるんだ。丸のやつ何やってんだよ。もう走りたきゃいつでも来いよ。あ、そういえばさ、最近海岸通り変な動きがあるって聞いたけど。ああ、どっかんタコがあちこち喧嘩仕掛けてんらしいけど。うちにちょっかい出すバカいねえよ。それにこれは走り屋の世界の話だ。あんたはもう考えることねえの。でももし協力できることあったら言って。ジェットつけて飛んでくるから。じゃ、あいつ何隠してやんだてめえ。俺はあんたに忠告しに来ただけよ。昔世話になった分だけだ。今思い出したぞ、そのマーク。横浜ブラディヒール、天守のサンボール。お前は作れ。頭を病院送りしたのはやっぱてめえらか。ブラディヒールといや、音に聞こえた走る専門チーム。東部じゃハッスルジェットと競ったこともある生え抜きだったはず。てめえがもしそうなら、そうなんに喧嘩売るわけと、どこの子顔出しやがった目的を言え。だからあんたに小爆を抜けてもらいてんだよ。答えになってねえぞ、大体。届いてもらうか、各自。さて、遊びは終わりだ。せいぜい俺の言うこと聞いてくれよな。まれまれ、あんたじゃ今の俺にはかなわねえよ。むかせ。しかし無茶苦茶な体重移動だが、実際はい。マジ。財産。上級生のくせに下級生いじめんじゃねえよ。なんで丸川か。相手が悪いぜ。あ、行くべ行くべ。おめえは気が弱いくせにがたいがいいから上級生に目つけられやしいんだよな。2年生で番長とか言われてる君には分かんないだろうな。俺がムキになればなるほどあいつら面白がるんだ。そりゃ悔しいべんな。ああ悔しいさ。でも同情はいらないよ。しかしな、おめえみてえないじめられるタイプってのはどこにでもいるんだよ。そんなにいちいち神様面倒見ちゃくんねえぜ。何にも頼らねえで、てめえが根性を示さなきゃ一つも解決しねえんじゃねえな。もういいよ、俺転校するんだ。え？小爆危ねえぞ。とにかくしばらく単車降りててくれよ。何言ってんだおい財津。おい財津。
急げ、相当体が冷え切ってるぞ。横須賀第二病院、受容するそうです。渋滞のようだぜ。丸川が、そんな無線傍受で情報が入ってんすよ。そんな、てっきり巻いてきたと思ってたのに。単独行動を取ったのは知っていたよ。君にしてみれば昔の友達をみすみす危険にさらしたくない友情だった。だがね、てめえに単車を教えてやったのは誰だと思ってやがんだ。 あんただ日陰さん。いいか、今後俺の許可なしで勝手な行動を取るんじゃねえぞ。いいか。いい加減にしな。ブラディヒールの総長はあくまでも私だよ。でかい口叩くのはやめてほしいね。ベニコさん、これは総長出過ぎた真似を。南部連合、これは前総長の夢でもありましたな。総長、彼はあんたみたいに演説好きじゃなかったけどね。だがやり方は私に任せてもらっている。おかわり。ベニコさん、もうやめた方がいいっすよ。いいかみんな、油断は禁物だ。この戦争は勝たなきゃなんねえ。いかなる手段を用いても勝って勝って勝ち抜かねばならんのだ。最大の癌、小爆を潰すまではな。湘南爆走族、噂通り半端な奴らじゃねえ。だがな、杖だけだ、杖だけのチンピラよ。俺たちは違う。この関東南部を統一支配し理想郷を建設するという悲願があるんだ。それを忘れんじゃねえぞ。副総長、石膏からです。江口たちが横須賀に現れたと。これは見張らせておいて正解。財津よ、おめえの行動もまんざらミスじゃなかったようだ。とにかく今日の面会時間はもう終わりなんだ。んなこと言わねえで会わせてくれよ。ダメ、ご両親にも今帰っていただいたところなんだ。明日になさい。しかし丸が釣っとるなんて信じらんねえな。なんでまた横須賀なんか走ってたんでしょうね。みんな、お連絡サンキュー。どうしちゃったのよ、夜にまた会うなんて思ってもみなかったわ。お久しぶりです。真紫の昔の射程分、彼が知らせてきたのよ、現場目撃したって。ええ、メットに押し付けた人が事故るのを見たもんすから。あんたらのことは俺も忘れやしません。で、マルはなんでツッとしたんだい。横浜ブラディヒール、ご存知ですか。行くぞ、オラ小爆のいない湘南なんざ、超霊門だ。気合い入れていけよ、てめえら。今日の目標は、湘南第二勢力、地獄の軍団だ。流してぶつかったドクロマークは全部半殺しだ。気合い入れて喧嘩しろよな。おお、様になってきたな。どうも。行くぞ。はい。よし、悲願達成のために。二人は走りながら何やら大声で話している様子でした。ところが相手が急にスピードを上げたんです。無意識だったと思います。対向車避けるために単車ごとぶっ飛んだんですよ。じゃあ直接やられたわけじゃねえな。
相手がブラディヒルだって証拠は。 CB400F1 コウモリのマーク。 CB400F1？ そいつは丸のダチじゃねえか。おう、学校に来てた。しかもブラディヒルちゃ湘南ちょっかい出してんとこだ。どう繋がんよこの話。そくらい見て。あもう現役離れたからってそんなに気使わなくていいよ。嫌でも関わらなくちゃいけなくなったみたいだから。写真借りるわ。はい。一昨年の写真だけど。ウォンダさん、やっぱ来ましたね。3番目の土曜日。うしゃブラブラヒールだがブラジルヒールだが知らねえが、湘南は俺が守る。今日は殺し合いだ。てめえらの根性見せてくれよ。あの頃ハッスルジェットと浜のブラディヒールはいろんな意味で好敵手だったんです。真紫さんは仲間、ブラディヒール前総長の南雲光はマシンと考え方はそれぞれでしたが、お互い走りを看板にしてる点は一緒でしたよ。ブラディヒール、あんたたちみたいに単車が大好きな連中ばかりでいいチームだったわ。だった。リーダーがある日突然消えちまったんすよ。そのうちやつはサーキットに流れていきました。去年の筑波でしたか、全日本選手権ノービス級に出場した時、雨混じりになったレースの最終コーナーでリアを流した南雲はレーサーごとスポンジバリアに突っ込んじまって、運悪く大事故になった。それっきり。それっきり。退院してからの消息は誰も知らねえんす。あの日以来何もかも変わっちまった。ブラディヒールとジェットの付き合い、それからベニコ、あの頃南雲くんの彼女だった立花ベニコもね。私らマブダチだった。一番気に入らねえのは副総長です。あの野郎腕は良かったが、総長が消えて急に態度がでかくなりやがって。名前は日陰長次。こんなにモンサーか甘く見るなよ。てめえら湘南ナンバーワンの俺たちの力、舐めた分だけお釣りがでけえぜ。すげえ、これが本物の喧嘩チームか。数じゃ俺たちの方が圧倒的だってのに、今までのと一味違うぜ。伊達天民地三度。はい。一班二班三軒回れ。三班四班は逆サイド。切り込みたい。後に続け。奴ら両サイドに散りましたよ。バカ野郎、散るんじゃねえぞ。こいつは作戦だ。しまった、間を割られた。よし、この勝負もらった。しくしゃー。てめえが大将か。ふざけやがってこの野郎。ぶっ殺してやる。やだよ、気絶してんじゃねえか。腕がぐしゃぐしゃになったのが見えないのかよ。無抵抗になったやつをルール違反じゃねえか。自分の武器を捨ててまで兵隊をかばおうとは全くおめでてえ総長だな。バカ野郎、リーダーが仲間を守って何が悪いんだ。やめやめ、仲間、友情、程度が出るぜ、ヒゲ面の豚野郎。友情、仲間、いい言葉じゃねえか。程度が出るってのはよ、そういうのを不正だろ、惰性だろってごまかして、てめえの胃の中にポーズが詰まってるからだろうぜ。誰に向かって言ってるんだ。このまま参加に入れてやらんでもなかったが。うわー、うるせえ。半殺しじゃ物足んねえ。
全殺しだ。俺はこんな奴らに負けるのか。だがてめえらのワッパラートは絶対に湘南にはつかねえぜ。江口、てめえの出番だぜ。とにかく私に任せてくれないかな。納得いかないんだ、あいつらが昔の看板ゴミにしてまでよそにちょっかい出すなんて。総長は紅子が継いだってけど、ダチの私から話してみるよ。本当はいい子なんだ。みやび、俺たちが浜と喧嘩すんとでも思ってんだろ。だってこの顔がそういう面に見える。仕掛けんのは綺麗なんだよ。ま、権田とかがやられてもしたら考えんけどな。あいつも豪傑だからそうは簡単にいかねえと思うけどね。ダチが火の粉かぶったんだ。いくら向こうの総長があんたのダチでも落とし前つけるときはやるぜ。それにどうやらうち狙ってんくせえしな。やめときなよ、奴ら数だけは多いんだよ。絶対に江口君を動かしちゃダメだよ。大丈夫っすよ。宮城さん見たでしょ、あの江口さんの面。悪いけどあの人たちが真紫さんと張ったなんてやっぱ考えにくいな。バカ、あれはもう半分怒ってるんだよ。え、まさか。私は知ってるもん、筋の通らないことだけは絶対許さない男なんだ。紅子さん、また南雲さんのことですか。なーに、必ず元気になって戻りますよ。そのために総長までやってチームを守ってんじゃないですか。優しいんだね。そう、彼のためにもブラディヒルは頑張らなきゃね。夢だった南部連合の噂耳にすれば戻ってきてくれるかもしれないし。ですけど俺は日陰さんのやり方はどうも気に食わねえ。大体あれは、陽子、陽子、久しぶり、元気そうね。ねえ、覚えてんしょ、ほら。ああ、ジェットの。連絡もしなくてごめん。まあ、座んなよ。なんか飲む。私と同じでいいかね。酒かい。へえ、陽子が来てくれた。陽子が、わざわざ喧嘩売りに来たのかよ。しばらく会わないうちに死んだ面になったじゃんか、紅子。なさけないよ。ずいぶんな挨拶じゃんかよ、紅子さん。ざけんな、怠慢だてめえ。表出ろ。王女とだやってやら。早く来なよ。陽子、なんでだよ。なんで久しぶりに会ったのにそんなにいじめるんだよ。なんだよあんた、去年のあれから全然変化ないじゃないか。足が、俺の足が、俺の足が。両方の筋がいっちまった。足が動かねえんだ。もう治りゃしねえさ、紅子。さよならだ。単車に乗れなくなったリーダーなんて、仲間にそんなとこ見せたくなかったんだろうね。陽子、三男がどうのって言いに来たんじゃないだろう。本当はなんだよ。ダサい突っ張りだね、橘紅子。じゃあ言うわ、どういうつもりよ、あんたんとこのチームは。よそに操けてどうしようってのさ。うっせえな、人の勝手だろ。おい、そんな言い方するなよ。紅子さんだって必死にブラディヒールを引っ張っていこうとしてるんだ。目標がいるんだよ、柱の抜けたチームには。南部連合かい。やっぱ
あんたたちの大義名分は連合結成だったんだね。南雲さんは今の暴走族の行動を嘆いていた。テリトリーをめぐっての抗争、名前を売るための潰し合い、警察との衝突、走り屋と言われる我々とは全く別物だ。今力ある者がそれぞれのチームを吸収し、統一された連合体をなし、強弱の差なく、いがみ合いのない世界を作る、それが南雲さんの夢だった南部連合なんだ。南雲さんのために俺たちがこの手で作ろうじゃねえか、その理想郷を。理想郷、理想郷、理想郷。早朝には紅子さんを立てる。みんな力を貸してくれ。おー、紅子、紅子、紅子。でも血と骨で塗り固めた連合を見て喜ぶほど、あんたの彼氏はバカだったかしら。いいでしょう、連合は三尾の夢だったんだよ。そんなこと南雲くんは望んじゃいないよ。分かってるよ、それぐらい。でもだんだん三尾のこと忘れていく自分が怖いんだよ。いくら写真見ても何も伝わってこないんだ。もうあの人の匂いが残ってるのはチームの名前と連合結成しかないんだ。もう遅いんだよ。ベニコ、ち、なんでやっぱ止まりやがったのか。マルカは、マルカはすまねえ、おめえを事故らせる気なんてなかったんだ。すまん。じゃあな。おう、こら、俺にこういう態度取って後で何があっても知らねえぞ。なんだこの野郎。丸の見舞いに来たのは上出来だけだよ。気に入らねえじゃんか。うちん周りブンブン飛び交いやがってよ。俺たちに上等切ってくんならよ。面と向かってそう言ってみ。うん、どう生きがったってもうてめえらには味方なんていねえぜ。なんか聞こえねえかい。俺にはよう聞こえるぜ。たった今俺たちに殺された地獄の軍団の葬式の声がよ。ボンダが出口だ。畜生、殴りやがったな。てめえが江口かよ。畜生、絶対潰してやる。たった4人なんてひとひねりだ。浪人だぞ。マルカは、おめえ勝負つけてやる。帰ったら頭にそう言っとけ。おい、おめえ病人なんだぞ。俺はおめえとやり合う気はねえんだ。チーム同士の決着つけてから改めて彼は返す。バケロ、お前は病室に戻ってろよ。特攻隊長がいなくてどうやって戦争すんだよ。マルル、マルカはそうか、一応等だ。何言っても無駄みたいね。でもたとえ連合ができたところで、一体後に何が残るんだろうね。何が残る、残る。数が増えればそれを引っ張り切れる器を持ったリーダーが必要になるんだ。だけどベニコ、それはあんたじゃないよ。日陰長治さん、あいつは昔から人のトップに立つことを狙ってたみたいだったよ。ダチとしてのラストのセリフだ。よそ者が分かったようなくし叩くなよ。言っとく、私は昇格につくよ。それが筋ってもんだよ。帰るよ。
り合ったね。ひでえ。おい、あれはゴンダの。ヤビ、ダチには悪いがブラディヒル潰すぜ。きっと今夜ですよ。ジェット、できるだけ集合をかけてみましょうや。ベニコの大バカ野郎。明けてきましたよ。今日の雲は青ざめてら。こちら本部、A ポイントどうだ、おば。はい、A ポイント押さえました、おば。B ポイントは、おば。B ポイント、OK です、おば。ザイツ了解、待機しろ、おば。安心しろ、ザイツ。奴らは向こうから突っ込んでくる。この道をたった5人が直線でな。副総長、各班長集まりました。よし、説明するぞ。いいか、小爆が我々のいる浜に突っ込んでくるには一刻か134を抜けて16号に出る2つのルートしかねえ。連日の喧嘩で134号線は警察が抑えている。敵は100の承知のはずだが、完全を期すため AB 両方には見張りを送ってある。ザイツ、一刻出口付近には20人の迎撃隊を組織してある。お前もそっちへ回れ。はい。この勝負には万が一はあっちゃなんねえ。故に血のりを生かし、こちらのテリトリーにまで呼び込み、この不当で俺たち全員の全力を使って江口を潰す。ような顔。昔はあんなに楽しかったのに、なぜみんなこんなに傷つかなきゃいけないんだろう。こちら A ポイント、今小爆が通り抜けました。ついに来たか。来ました、迎撃隊出ます。お出迎えだぞ。だからおめえがやることはねえんだよ。さらセリモア。潮爆はすごい勢いです。このままじゃ迎撃隊は全滅します。応援をお願いします。うろたえるな。迎撃隊の犠牲は計算済みだ。奴らの弱点を見つけてすぐ報告に戻ってこい。仲間を犠牲にして戦力分析をしたのか。クソ。江口、まさか伊達天のこの俺と張るなんて。そんな後からゆっくり歩ってきな。くそ、俺は今まで単車じゃ誰にも負けたことはねえ。これからだって負けるつもりはねえんだ。江口、勝負だ。ち、やくいな。ブラインドの交差点、赤のオンパレードか。しかと。バカ野郎、知りてるか。あの野郎。エンサー、お任せ。
集会か。ご迷惑をおかけしました。ざまあ見ろ、走りの度胸なら負けねえぜ。よう、お先。なんだ、いざ出会いなんてはったりじゃ。恐怖心がねってのはよ、会社転がすんがうめってこととは違うんじゃねえの。命知らずの運転は自慢にはなんねえぜ。なかなか度胸ある走り方すんじゃねえか。もっと早くしてやる。幹部待遇でうちに来いよ。退社なんざ度胸一発、削った命の重さで勝負するんだ、忘れんな。ブラディヒールはいずれ南部連合で天下を取るチームになる。俺がそうする。昇爆を潰してな。昇爆、あいつら、あいつらが湘南爆走族。まで来たらもう引き返せねえ。一度地獄の底まで俺と落ちなきゃもう這い上がることはできねえんだぞ。理想郷のために死んでこい。だがおめえは寝てりゃよかったんよ。雑魚ばっかでてめえらとの喧嘩じゃゲップしちまうぜ。根性より数よ、気に抜きやがって。
セットだ。喧嘩止めに来たよ。頭後ろにいんだべよ。台湾は反米で台湾よ。金どうすんだよ。総長のベリコに台湾張らせる気か。くそてめえが親分かい。落とし前つけに来たぜ。俺はこの瞬間をずっと待ち続けていたような気がするぜ。俺の手によっておめえを潰す、こいつはどでけえ勲章だ。てめえら手出しすんじゃねえぞ。よし対面だ。やったね江口さん。お互い同じ走りでもいろいろと違うだろうがよ、何やったって俺たちはビッとしたもん忘れちゃなんねんじゃねえのかい。綺麗事言うんじゃねえよ。暴走は所詮暴力だぜ。てめえもゴンダと同じ無双家か。愛友情、結局は力の強い奴が支配するんだよ。俺らチンピラ暴走族には頭に立つ人間が必要なんだよ。南部連合、南部の次は北部、そして関東全体を食らうまで俺は負けねえんだ。てめえの脳書きなんだどうでもいいぜ。俺はな、人の言う通り走り、人の言う通り喧嘩する、そういうのはデッキレなんだい。うるせえ。周りの人間の機嫌取りながら感謝転がしちゃらんねえかんよ。そんなに丸くねえかんよ。だけど一度だっててめえみてえに自分のやってることに唾吐いた覚えはねえぜ。嫌なものには堂々と腹立てんことだって知ってら。なぜだ、昇幕ほどのチームが。頭はただの気分屋じゃねえか。何もしょってねえ。チームの重さも責任もてめえには感じねえのか。うわてら。頭張るやつに必要なのは何十何百の人間を染めちまう色々、強引に同じ方を向かせる。それがなきゃまとまりゃしねえんだ。俺は間違っちゃいねえ。分解寸前だったブラディヒーローを引っ張ってきたのはこの俺だ。タコ勝負あったな。いや、てめえは大嘘つきだよ。やっぱ自分も言いなりに人を動かしてるじゃねえか。てめえら、てめえらだってここまで命張って突っ込んできたのは結局江口の指示じゃなかったのかよ。悪い、違うぜ。俺たち今日の今まで一度も命令で動いちゃいねえ。あんたらには全員腹渡煮えくり返っちまってよ。それに大将一人こんな物騒なとこ来らせたら笑われだ。江口さんはリーダーでもあんけどよ、俺たちのダチだ。ついてくんのが当たるじゃん。てめえらに理屈を述べたのはしくったぜ。花から世界が違うんだ。怠慢はやめだ。構わねえからぶっ潰しまえ。やめてみんな、お願いもうやめて。ベニコ、みんな聞いてほしい。立花、出しゃばんな。フラディヒールは一人歩きしちまってた。全部終わったよ。チームは今日限りで解散する。今さら勝手なことを言うんじゃねえ。あんたは思い通りに兵隊を使うことに酔っちまったんだね。そうしたのは私のせい。責任は取るよ江口。私が総長だ。落とし前つけてもらおうじゃねえか。だあいつ、ベニコさん、日陰さん、これはどうしたって負けですよ。今までブラディヒールの原動力はベニコさんだったんです。あんたは方向を与えただけだ。止まっちまった船に舵はいらねえ。兵隊は日陰長寿一人にはついてきませんよ。
作りが小爆とは違うんだ。貴様、でも俺はあんたに作ってもらった伊達天だ。最後までご一緒します。ザイツ。すかすのはやめろこの野郎。ほんとおめえは変わっちまったよな。思い出せよ、初めてタンコロまたいだ時をよ。突っ張って弱虫だった昔に仕返すのは構わねえ。でもいじめられる側からいじめる方へ移っただけじゃねえか。タンコロ、おめえが一番嫌ってた人間だぜ、ザイツ。みんな悪い夢見せたね。本当は喧嘩嫌いなのにごめんね。感謝が好きだっただけなのに無理やり喧嘩させてごめんね。みんなごめんね。ベリコさん、ベリコさん、ベリコさん。あんたの友達と直接やり合わずに済んでよかったぜ、ということだ。ということね。ザイツ、悔しければうちらみたいにやってみろ。規律のある走りも本当はいいもんだぜ。別にどうでもいいんならよ、自分のやり方を見つけろよ。マルカ、おめえはやっぱ強えんだな。日陰、第一と第三は海岸出てんかんよ。残念で眠れなかったらいつでも来いや。反射でもう一度勝負してやんぜ。にしろあんたも三尾の片身に体張ってくれた。礼を言っとくよ。兵隊もいねえ、大義名分もねえ、変人どもにみんなぶち壊されちまった。ねえ、こいつが消えればまた昔みたいにみんな仲良くできるかな。知らねえや、そんなこと。俺は江口みてえに単純じゃねえからな。ジュン、お元気ですか？こうやっていろいろあったけど、こちらは全員元気です。江口君たちも本当に相変わらずで、みんなあなたに会いたがってるわ。アメリカで早くあなたの生きがいが見つかるように応援してます。体に気をつけてお仕事頑張ってください。宮城陽子。Thank you.
this week.